さあキャプテン決めようか。多分もう部屋めちゃくちゃになっちゃっただろう、最後の1年。じゃあこれ大事だよ。いい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 、これいい大事だよ、すっごい。一つよろしくお願いします。アリーナは藤井、立ち見 A が生伏せした。立ち見 A 誰だっけ、日野。立ち見 B が久保田、立ち見 C が高橋だよな、高橋。立ち見 D が馬場。立ち見 E は母校が1回戦敗退をバネに敗退したあなた。184付け忘れたので辞退します。いいよ、しなくていいよ、お前。いいよ、責任取れるからいいよ。監督、最終的にこの代表者たちが責任取ればいいんだから、いいんだよ、お前で。お前でいいよ、名前教えてくれ。優勝すんだ、引き下がるな、もう。与えられた任務隠すな、何も。お前はもう、お前も何も隠すな。住所バラせ、住所バラすな、気にすんな。よし、じゃあ行くぞ。井本らしい、井本監督な。よし、お前草野球で、お前の草野球の経験マジで活かせよ。頼むぞ井本、期待してるからな。さっきの監督結構優秀だったぞ。あ、井本DM で脅迫が来ているので赤文字さんに任せたいんですか。ダメ俺が責任持つ、俺がそいつぶっ飛ばしてやっから。おい、妹に脅迫送ってるやつ俺がマジ殺すから、逃げるな。ここで逃げたらお前一生負け犬の、負け犬の妹と呼ばれるぞ、未来英語ネモスチャンネルで。俺がマジそいつぶっ飛ばしてやっから、安心しろ。マジで俺がぶっ飛ばすから、ほんと俺信じろ。その DM で脅迫送ってくるやつと俺どっちが信用できる、マジで俺を信用、信じろ。絶対俺が守ってやるから、同棲してやるから。もしお前がガチャガチャ、お前にガチャガチャ言ってるやつが、もうキャプテンな、お前監督だぞ、お前は。妹からの返信がない。おい妹妹妹が死んだ。おい、ちょっと妹がいない今回だけあれするわ、ミラーにいる池田に決めさせるわ一試合だけ。おい池田どこにいる、教えろおい、ミラーどこにいる、あのバカ。おい池田に決めさせろ、監督代行、監督、うちに監督代行が一人だけいるから。おい池田どこいる、あ震えてタイピングができませんって書いてある。妹、妹立て、妹、お前立て、妹立ち上がれ、そこで俺がついてんだろうが、お前立ち上がれ、バカタレ。絶対俺が守ってやるから、おめえのこと。震えてタイミングができませんってちょ、いいもと頼め、お前が決めなきゃ。選手たちが路頭に迷ってるぞ今、おい、選手たちが路頭に迷ってる。監督、俺たちどうすればいいんですかって。お監督、俺たちどうせ、あちょ、あれだぞ、あの前回のあの2番打者、2番強打者説を唱えたやつのオーダーがまだ残ってるから、ひとまずそれでいいならそれでって送って、まだお前の手の震えが収まるまで俺が待ってやるから手で震えてタイピングができませんそれで、分かった分かった、いや渾身のそれでいただきました。じゃあ行こうか妹が生きてたらしい、ちょっと待って自主性は大事です。僕が考えなくても生徒もバカじゃないから自分たちで考えてる。母校の青野先生の言葉です。意味が分かんない。やばい、妹が精神病になっちゃった、マジで。おやばい、妹が完全に崩れた俺たちと、ナイスナイスナイス、おい、すいません、妹とリハビリにも付き合わなきゃいけない。妹大丈夫だぞ、俺たちはお前の敵じゃないぞ。妹、妹よく聞け、うんこちゃんの声聞こえてるか、妹、妹聞こえてるか、妹、
聞こえてるかちゃんと俺の声が。妹、俺たちは敵じゃないからな、お前の味方だからな。妹、いじめてるわけじゃないぞ、みんなでお前のことを思ってやってるんだからな。妹大丈夫だぞ。やばい、マジで妹が完全に頭狂っちゃった。おい大丈夫かマジで、お前返事しろな。俺が散々語りかけてきたのにさ、自主性は大事です、僕が考えてなくても生徒もバカじゃないから自分たちで考えている、母校の青野先生の言葉です、ヒロシですみたいなことになっちゃった。やべえマジで、ツーストライクまで強振、積極流し、どんどん自分の個人情報を脅迫されてるのに個人情報をバラバラ出してる。さあツーストライク、ただいい言葉だな、ありがとう、お前が伝えたかったのはその言葉だったのかもしれないな。妹から速報が入った、え、もう妹エッチじゃいってきてるわ。なやばい、完全に発達障害になっちゃった。完全に壊れた、また一人人間を壊してしまった。そんなこと言ってる場合じゃない。ちょ、妹救ってやる、何何してんだ、何が起きてんだよ。横になります、頭が回りません、皆さんごめんなさい、脅迫やめてください。おい妹、お前いいんだろそれで。次のコメントでお前のあれするわ、お前がもし無理だったら別の監督を募集する、草野球の。だってもうすぐお前合宿だから、お前のあれだぞ、お前のこれからもっとストレスがかかるぞ、おいおい、次からお前妹5連ちゃんだぞ、おい、いいんだな。あーフォ事態 S って書いてある。事態 S。 何事態 S って。分かった妹、ありがとう、お前はよく頑張ったよ。自主性は大事です、僕が考えなくても生徒はもうバカじゃないから自分たちで考えている、母校の青野先生、お前の母校の青野先生の言葉俺が引き継ぐ。妹ありがとうな、よく頑張ってくれた。ちょっと待って、立ち見いい、ちょっと立ち見いいでしょ、妹の代わり、みんな妹に拍手してやってくれ、こんなプレッシャーなわけ、殺害予告されながら。妹それなり頑張、あ、お前も頑張れよ妹、ありがとうな、よくやった、痛みに変えて耐えて、よく頑張った。